どうも、レオです。こっちです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、竜が如くオンラインガチャやっていきたいと思います。全然似てなかったじゃん、今。そうだね。急に始めてみたわ。びっくりした。いや、ついやっぱり見るとやりたくなっちゃう。どうしても。レオさんはいいね。レオポチ一押しキャラだからさ。一押しだね。好きじゃない、僕ら。好き。まあ、ハマの悪い奴だって、スクラッチですね。ポチさん、またスクラッチですって。無言になって、うってなんでやめてもらっていい、スクラッチ。まあ、そんな中3キャラクター出てきましたよ。出てきましたね。まあ、見てみましょう、早速。はい。今回結構、むっさい感じだね。そうだね。だいぶ、みんな、すごいなってるけど。はい。浜崎。風間、ジョージ、そしてラウカーロン2と、出てきましたよ、と。いうところでございますよ。じゃあ、まあ、一人ずつ見ていきましょう。はい。はい。最初は浜崎ですね。新属性、防御タイプと。まあ、今回初ですね。まあ、維新の時には出てきてましたけど。伊藤かしたのだっけ。出てきましたね。ようやく。ちゃんとね。こんにちは、お目見えというところですね。そうだね。こんなスーツだったなぁ。そういえば。まあ、あれですよ。高橋ジョージ、2代目です。そうだね。来ましたね。来たよー。はい。リーダースキル。登場回の特性を持つ敵の防御力を 30% 減少、論破値怠慢時。はい。はい、バトルスキル、クールタイム12。登場回の特性を持つ敵へ、4秒間の麻痺と、敵全体のスキルクールタイムを5秒間 36% 減速。はい。ヒートアクション。消費ゲージ4、クールタイム15。登場回の特性を持つ敵へ12秒間の骨折。はい。行動ごと7000ダメージ。ドンパチ怠慢時。で、アビリティの1。通常攻撃時に敵の攻撃力を7秒間 12% 減少。はい。で、アビリティの2。ヒットポイント 50% 以下の時、速度を 160% 上昇と、防御力を 50% 上昇。で、奥義が防御陣。防御陣。で、特性が登場回と組長。はい。で、体力が、23,295、攻撃力が3,816、防御力4,759、速度400速すぎる。ゆっくり。247と。はい。いうとこでございますよと。まあ、防御タイプだし、防御力は、まあまあ、高め。高めだね。まあ、というか、まあまあ、普通なのかな。まあ、ちょっと高めぐらいなのかな。って気もしますけど、新属性の防御だから、寺田との組み合わせはバッチリ。バッチリだな。まあ、奥義が防御陣。で、登場回の、自分自身も登場回なのに、登場回特性墓地と。まあでもあれだよね。なんかさ、原作再現というか、登場回なんか引っかき回したっていう。まあそうだね。あの感じは、いいんじゃないですか。なんかぽいなっていう感じはするけどね。まあ相手の防御 30% 減少ってリーダースキルはそんな使うっけっていうと。他のリーダースキルを多分置きたい。かなーって思うから、ちょっとリーダースキルは。だし、ヒートアクション、まあそのなんだろう、登場回の防御力減少させてってなると襲撃に置きたいとこだけど、ヒートアクションもそんなでもないイメージだね。12秒間の骨折って。12秒間の骨折。消費ゲージ4使うっけってなると、やっぱり迎撃のイメージだし、迎撃としては強いんじゃないかな。4秒間麻痺と、スキルクールタイム 36% 減速なので、まあ、ただ相手が登場回。登場回。限定。まあ、でも登場回は多いから、本当に。多いけど、まあ、今結構、真島さんとか、もそうだけど、だんだん使われなくなってきてたりもするのかな。やっぱりキリュウさんの存在がさ、だから使われない、あったりとか、まあでもとはいえ使われるか。使ってると思うな、まだ。そういう相手には、
まあだからまあ言うたらまた真島さん潰しに近いよね。うん。だからそんだけ止まらねえほど島野の強権は強いということなのか。うん、まあ強いけどね。うん、あれは明らかに、うん。っていう感じで、あの手この手でって感じだね。ただまあ東洋会の特性だから結局桐生さん止められないんだよね。桐生さんはそうだね。止められないね。と思いますけど、まあでも防御でこれは結構鬱陶しいとは思うな。バトルスキルがすごく、うん、邪魔くさい。嬉しいな、麻痺もあるしね。し、まあ、防御力上がるとか、まあ攻撃力ダウンとかはできるし、うん、まあまあ本当に防御タイプ、迎撃防御タイプのキャラとしては、うんうん、まあいいラインなんじゃないかなっていう、うん。まあ特性持ちだったんだねっていう感じだね。本当に変わってるなっていう気もしますけど。うんうん、まあ、能力的にはそんなところかな。はい。イメージですけどね。うん、はい、じゃあ次。切り裂くテスト。ラウカーの2。来たね。この格好で来ましたね。そうだね。うずくんだよって言ってる時だよ。うずくんだよって言ってる時だよ。いやー、また出てきたね。さあ、来た。さあ、決着をつけよ。リーダースキル、自身の会心率が 20% 上昇。自身かい。自分だよ。はは。バトルスキル、クールタイム12。敵をランダムに4回攻撃力 300% 攻撃。うん。ヒートアクション、消費ゲージ2のクールタイム15。海外組織の特性を持つ味方のスキルクールタイムを8秒間 44% 加速、うん。アビリティの1、残ヒットポイント 70% 以上の時、攻撃力は 30% 上昇、うん。アビリティの2、海外組織の特性を持つ味方の攻撃力を 16% 上昇、うんうんうん。超攻撃の構え。はい、で、特性が海外組織。うん、で、体力が 21,752、はい、攻撃力が 4,673、うん、防御力が 3,944 の速度が235と。もう、超攻撃。出てきましたね。で、まあ、ごめんなさい、言い忘れたけど、陰の攻撃タイプですね。はい。どうなんですかね。海外組織という、新しい特性に対する。そうだね。アビリティじゃないの。そのアビリティとヒートアクションか。うん。まあ、今後そうだね。海外組織で、迎撃とか襲撃を組むことができるのであれば、うん、実質この前の決戦気流2とかを、止めることができるというか。うん、そうだね。登場界に今デバフかけてくる人が多いから、うん、まあそこを、今度は海外組織で対抗するみたいなことが、うん、海外組織軍団の作って軍団とかが出てくるのかな、うん、あれってことはこれリチャードソン出てくるのかな、決戦リチャードソン、ブラックカードついにブラックマンデーだしここでブラックが出てこない、ブラックになるかな、ブラックリチャードソン見たい見たいけど出るかな、どうだろう、でも海外組織を出すってなったら、そうじゃないの、でも竜が如く3ですし。そうだね、3だからね。来るか。これでブラックミネ来たら笑うけど。海外組織、今いるやつだと、ちょっとパンチ不足じゃない、ハン・ジュンジとか。あ、まあハンがいるのか。あと、まあエドさんは今あれなのかな。そうだよね。あと、あら、超。蝶はそうか。あれ蝶って海外組織だったっけ？蝶は海外組織になりますね、ほら。あ、そうか。うん。ハンピン・リューマンがそうなったんだ。ってことはソンヒも。ソンヒもそうだね。ああ、そっかそっか、うん。コミジュルってことか。ああ、じゃあそれがついてくるから。今いるメンバーでもまあ、結構。それなりに？うん。それなりにいると思うので。うん。まあ、超攻撃で考えると、そっか、ソンヒと、ソンヒがいるから。あと、あれか、超を含めれば、レベル3とか組めたりとかするし、うんうん、これを、ラウンも含めたらね。うん。そっか、そういう使い方ができつつは、整ってきてはいるのか。うん。
これでそうだよな。ブラックリチャードが出てきて超攻撃の構え持ってても、ってなるよな。リチャーさん。リチャーさんも海外組織だけどね、もちろんね。そうだよね。ああ、なるほどね。うん、寺田とかするときどうなるんだろうね。うん、登場会とか近江とか持ってたりするんだろうけど、神言派とかもさ、うん、そっちになるんじゃないのって気もしなくはないけど、うん、おー、まあまあ、そう考えるとちょっと海外組織で登場会に対抗とか桐生さんに対抗っていうことができなくはないのか。できなくはない。うん、まあ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 、そう考えるとまあまあいいのかな。うん、ただまあやっぱりデバフ系とかバフ剥がしが今んとこそんないないから、うん、まあまだやっぱりまだ使いづらいところはあるかもしれないね。うん、攻撃もそうだね、バトルスキルもヒートアクションもまあうーんって感じだったりもしちゃうし、うーん、なんかそうだね、トリッキーではあるけど、今後、うん、今後のでキャラの増え方次第というか、うん、バリエーション次第な感はあるよね。うんうんうん、そんな感じでございます。で、まあ、やっぱりラウさんはちょっと欲しいところではあるじゃん。うん、さて、じゃあ、3体目。はい。はい。謎多きエージェント、風間ジョージ。ジョージさんの方。はい。渡哲也さんがまた来てくださいましたね。うん。インド防御タイプと。うん。まあ、かっこいいよな。そりゃそうだよね。かっこいい。本当にかっこいい。さて、じゃあ、リーダースキル。バトル開始時に自身のヒットポイントを 25% 回復、うん、で。バトルスキル、クールタイム10で、敵単体に攻撃力 500% で攻撃と、うん、攻撃力の高い味方2体に5秒間のカウンター、はい、80% の確率で攻撃力 100% 反撃、うん。で、ヒートアクションが、消費ゲージ7、クールタイム25、敵単体へ攻撃力 1300% 攻撃、うん。で、アビリティの1、残ヒットポイント 50% 以上の時、ヒートアクションの攻撃力が 50% 上昇、うん。で、アビリティの2、残ヒットポイント 50% 以上の時、回心率が 20% 上昇。で、攻撃陣。で、海外組織。うんうん、で、体力が 22,909、うんうん。で、攻撃力が 4,802、うん。防御力が 4,116。速度238。強いね。ステータスは高めだね。高いね。やはり、うん、で、これがまたなんだろう、パッと見本当に全然そんなこともないんだろうし、あれなんだけど、うん、完全に陰の攻撃だしとか、うん、いろいろ思う、あ、陰の防御か、防御でこのステータスか、うん、そうなんだよ、はー、そうかい。でパッと見思ったのが、なんかこれ襲撃で使うこともできそうだなっていう。そうだね。のと、うん、あとなんかレジェンド盾絶対殺すまんに見えた。ああ。このヒートアクションとかさ、あのアビリティでヒートアクションの攻撃力を上げるってさ、うん、レジェンド盾が確かリーダースキルヒートアクション抑えるやつだと思ってたから、うん、だったはずなので、うんうん、すげえの出てきたなーって。思いはしたなぁ、うん。ただこのヒートアクションはちょっと消費ゲージ7だし。そうだね、7。まあなんだろう、うん、あの、それこそ、セラさんだったりとか、うん、あの、鬱陶しいやつ一発でっていうね。うん、前の決戦沢城みたいなさ、うん、使い方とか、ブラック沢城か、うん、とかとの使い方できるのだろうけど、うん、ドンパチでどうかなっていう、うん、まあ、バトルスキル考えるとやっぱり現役に置くんだろうなって気はするけど、うんうんうん、って感じかな。まあ攻撃陣だし腐ることはないかな、うん、で防御タイプだから、そっか、あの寺田のあれも効くのか、うん、反射も効いてくるから、うん、うん、まあ、こっち、こいつ、ラウと組み合わせてみたいなのもできるし、そうだね、組み合わせて、まあ、迎撃襲撃で分けてみるっていうのもできるしとか、うん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 、まあ、そういう意味では、まあ、面白い使い方ができそうなキャラではあるのかな。うん、ね。いかんせんね、自身のっていうリーダースキルが多いね、二人してね。我が我がみたいな感じで、ね。我が我が。うん。まあ、せいぜいあれだね、浜崎ぐらいか。うん。なんでこんな陰属性多めなんだろう。ね、陰が2人いるっていうね。うん。
悪いやつがだからね。だったらもう風間も、風間じゃないや、浜崎もいいんでもよかったんじゃない気もしなくはないけど、まあまあ、そっか、なかなか面白いキャラクターたちですね、うん、変わり者なイメージだな。そうだね。まあ、でもみんな渋くてかっこいいな。特に風間さんやっぱかっけえな、こうやって見ると。かっこいい。あー、まあ、いいっすね。じゃあガチャいきましょうか。はい。ますね。まあまあ今回僕はあのスゴロクをね、うん、回り39枚すごっガチャ券、そして SSR 確定と 30% と 50% がすごっ1枚ずつありますけど、うん、全部使っちゃえ。でダイヤで引くかどうかはまああの実際にまたスクラッチをね、うん、レオ編ポチ編で引いていくと思うんで、 そこで考え引くかもとか考えようって感じですけど、うん、まあ2周年が近いので。そうなんだよね。なるべくダイヤがね残しときたいから、うん、まあ極みガチャ券で引いていこうと思うよ。お、行くぜ。ちょっと待って、この詳細誰がいるんだろう。見ないとね。まあいつも通りのメンツな気がするなあ。あ、今回はあれだな、割と微妙だな。エドがいるぐらいかな、変わったところで言うと。そうだな、そうだな。いやだったらラウカーロン1入れてよ。いないね。いないんだ。1はダメって言われたんじゃん。なんだ、やっぱダメなのか。よし、じゃあ行くぜ。はい。最近ね、ガチャすごいんですよ。上手になってきた、ね、上手になってるんですよ。よし、いくよ。うん、ガチャ券も30何枚あるもんね。あるから。あ、やばい。いや、まだ分からん。まだ、まだ。熱くなってきたぜ。やばい、スゴロクのと一緒でフィーバータイム終わったのかな。フィーバータイム。いや、まだまだ残ってると信じたい。よし。よし。よし。いいよいいよ。オッケー。オッケー。何がオッケーなのか分かんないけど、もう一回。オッケー、行くぞ。もう一回。さあ、来い。気持ちを切り替えていこう。そう、行こう。来る。来た、ほら。来た、これ来た。はい、明細。来た。来たぞ。あ、これ来たんじゃね？割れるもの。それ割れるよ。マジで？誰？ラウさん？誰？行くぜ！ラウさん、うん、いや、まだ、いや、まだまだ、わかんないから。この金のどちらかが、これあやん、これあーあ、ははおー、はあ、凶悪が来たわ。すげえ。はあ、よし、よし、でもまあ SSR もらえただけでありがたい。うん、この流れだ、この流れだ。また来るよ、赤。ここで赤来い、ほら来た。いや、すごくない？そう、でも島野に対して日本のヤクザの頭が悪いって言ってたから来るはず。え？いや、ダメ？あ、あ、柏木さんめっちゃ来る。おお、あ、てるちゃんも。さっきからてるちゃんすげえ来るんだよな、R の。そうだね。うん、あーあー、ダメや。まだまだまだいけるよ。どうしよう。ガチャ券9枚使っちゃうか。うん、もうあと1枚貯めたら10枚だけどね。まあいいよ、9枚でいくわ。ゼロ、ゼロになっちゃった。極みガチャ券がないになった、ないなったった。来い来い、いいよ、緑で。そっから、なんで、なんで青くなんの。ちょっと1枚足りないかな。
今度真島さんに読んでる。あーなーあーあーダメかー。どうしよう。チケット確定券は残しときたいから、うん、いやもうこれ 30% でいくわ。 30%? うん、50はちょっと外れたときショックがでかすぎるから、うん、30%それって使えなくなるんだよ、50% 券って。行くぞ。さあ30%来た。あ、これ来た。え、なんで緑なん。ちょっと待って。30%。よし、そこまでよし。いいよ。さあ、ここで。これで来た。これで来た。よっしょ。ラオさんだ。行くぜ。誰？あ、ジョージさんの方。ジョージさん。俺にとって CIA は親。お前もかって極道に来た男なら、親の命令がどれだけなのか、わかるだろう。来ましたね。やったじゃん。やったぜ。30%に勝ったね。勝った。やっぱ最近いいじゃん。最近いいね。いいぞ。このまま2周年行きたい、ね。うん。一気に。よし。じゃあポチに変わりますよ。はい。はい。ポチの番。うん。ポチは。あんまり貯められなかったから24枚。あ、でもまあだいぶ集めたんじゃない。だってだいぶはるか売ってたもんね。はるか売ったからで、確定券1枚。はいはい。なので、うん、まあ極みは全部使う。ほう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 。感じでいきたいと思います。いくよ。いったれ。見せたれよ、ポチの運の強さをよ。ラウさんが、ラウさん、レオはジョージ出したから、こっちラウさんか浜崎がいい。お願い。あ、何にもない。何にもない。何にもないのよ。最近不調やね。最近不調なんだ。見て。やってもうた。でもね、こっからね。こっから。結局言うてこの前も動画外で遥か撮ってるからね、あなたね。でい。は、赤い。これは、これは。割れない。え、割れるんじゃないの？割れない。え？めっちゃ金はあるけどね。金じゃない。はは。金じゃないよ。あらあら。剣に嫌われてるね。最近なんですか、無数としてる。確定権ラウさんか。いや、ここじゃないだろ、確定権。ここじゃないと思うよ。ここじゃないよ、うん、ラウさん。まだあるもんね。スクラッチやって引くっていう手もあるからね。あ、それもあるし、うん、いや、じゃあ今回は剣の方では一回撤退しよっかな。残りのあの4枚はいかないですか。あ、これ4枚、うん、4枚中途半端だけどやっちゃおうか。やってみたらいいんじゃない。これ中途半端なやつ。中途半端よくないから。その4枚中3枚ラウカーロンの可能性ある。3枚ラウカーロン。そんなはずはない。これいるかもしんない。でもラウいるかな。あー、まあ、色よ。ノットラウ。色よ、そこは色よ。もう、え、入ってないのかな。R は入ってるよね。R でちょっとラウカーロ N でしょ。 N か。そうだからいないのよ。あ、ラウさん N だったんだ。 N か SSR しかないから意外と大変なのよ。ラウさん見つけるの。そっか。レポチ未だにラウこんだけ言うといてこすっておいて持ってないからね。ラウさんどっちも1も2も持ってないでしょ。あれポチラウ持ってなかったっけ。あれ持ってるの。マジ持ってたら超羨ましいけど。いいな。忘れちゃった。まあまあ、でもこの後ねスクラッチ削りながら、うん、ちょっとダイヤやるかどうかみたいな。やるかもしれないし、やらないかもしれないし。まあまあ、そんな感じですかね。まあ、まずはスクラッチ券貯めないとね。そうですね。うん、よし、
じゃあ今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。